大阪での G20 サミットを直前に控え、6月26日、香港では1000人以上の市民が G20 メンバー国の領事館に陳情書を提出し、サミットで香港の逃亡犯条例改正問題を議題にし、中国共産党当局に圧力を加えるよう求めました。26日午前9時、1000人以上の香港市民が 香港中心部のチャーターガーデンに集合しました手製の各種パネルを掲げ香港にある各国の総領事館を目指し静かに行進しました最初に中香港アメリカ総領事館を訪れ代表者が英語で陳情書を読み上げた後領事館の職員に手渡しました次は欧州連合代表部とイギリス総領事館を訪れイギリス総領事館では 副領事が陳情書を受け取りました。その後は3つのグループに分かれ、各国の領事館を訪れ、陳情書を提出しました。活動の発起人の1人、ベンタス・ラウさんは、この活動におよそ1500人が参加し、勘無料であると述べました。 大家都知道，六月二十八號就將會喺大阪舉行 G 二十峰會啦。咁我哋相信呢個係一個好重要嘅轉捩點嘅機會啦，因為各國都會見到習近平啦。咁喺現時嘅國際形勢之下，我哋相信佢哋都會想有一啲嘅議題係向中國係施壓或者係俾壓力佢。咁香港議題都正正係同時而家國際好關注嘅議題。逃亡犯条例改正案を巡りキャリー・ラム行政長官は15日審議停止を表明したものの。 市民は完全撤回を要求しています。さらに警官隊がゴム弾や催涙ガスを発射したことへの調査も求めています。NTD ジャパンがお伝えしました。